さあ、やってきましたね。バージョン 1.9.0 ということで、今日も熱盛やっていきましょう。最新バージョンですよ。ついにこの更新データで、サンリオコラボが実装されます。で、今手元にですね、6つサンリオコラボのアミーボカードがあるわけなんだけど、今ね、メインの島を起動してるんですよね。なので、誰か一人加入しようかな。ちょっと今迷ってるところなんだけど、まあ、全員確かめたいんだけどな。さすがメインの島で全員確かめると、大変なことになっちゃうから、サブ島も利用してうまいことやるか。さあ、とりあえずやっていきましょう。皆さんおはようございますと。はい、おはよう。今日は3月18日木曜日の午前10時でございますと。そして今日は住民のちゃちゃまるさんのお誕生日。なるほどね。おめでとうございます。では、本日も楽しい一日になりますように、めちゃくちゃ淡白やな。もうちょっと反応してあげてよ。で、今日できることとしましては、サンリオコラボの実装ということで、まあ、サンリオ関連がまずできますと。で、それプラス、マイデザインプロエディタプラスっていうものが存在するんですが、そちらがね、実装してると思うので、今からね、マイル交換で確かめていきたいと思います。さあ、とりあえず、案内所に行きましょうか。で、案内所に行きまして、こちらですね。案内所に行きまして、こちら確かめていきましょう。で、タヌポートで、で、今日できることとしましては、まずこの、お!タヌキマイル交換にて、マイデザインプロエディタの機能の拡張が可能となりました。ご利用になりたいサービスをお選びくださいと。ということで、マイル交換で OK かな?で、こちらでね、機能を追加しないと使うことができないんで、皆さんここは注意してください。アップデートだけでは使うことができないんで。で、こちらですね。マイデザインプロエディタプラスということで、こちらをね、購入していきましょうか。マイデザインショーケース。さあ、2000マイルか。まあ、言うほどね、高くはないよね。2000マイルだから。そして、こちらのマイデザインプロエディタプラスでは何ができるかというと、前の動画でもね、言ってたと思うんですが、傘、うちわ、手旗、顔出し看板が作れるようになりました。で、あとはこのマイデザインショーケースも買っとこうか。こちらはマイデザインアプリにマイデザインショーケースの機能を追加する拡張パックとなっております。マイデザインショーケースの利用には、任天堂スイッチオンラインへの加入が必要ですと、こちらもついでに交換していきたいと思います。で、他には、追加されてるものは特にないよね。サイレントアップデートで何かこっそり追加されてるものはないよな。大丈夫だよな。一応確かめとくか。まあ、なさそうではあるけどね。あ、なさそうではあるっていうかないか。大丈夫か。このマイデザインプロエディタプラスによって、マイデザイン枠も拡張されましたね。具体的には50から100になりました。だからま、2倍になったわけですよ。いや、いいね。マイデザイン枠2倍か。素晴らしいね。っていうことで、実際に見ていきましょうか。で、マイデザインで、こちらか。お!プロデザイン、プロエディタのアップグレードありがとうございます。機能の拡張によって、顔出し看板、手羽高さ、内輪のマイデザインが作成可能になりました。また、マイデザインとプロデザインの枠が、それぞれ50ずつ追加されました。いろいろなアイテムを作成して、マイデザインをお楽しみください。はい、わかりました。で、こちらスマホでも24時間アクセスできるようになりましたね。はい、ということでね、ちょっとなんかいろいろ作っていきたいわけなんだけど、せっかくなんで。とりあえずさ、この、トトロを使って、で、プロデザインで、どうしたらいいんだろう、これ。あ、ほんまだ、2倍に増えてるね。すごい。マイデザインの枠が2倍に増えてるわ。で、これで、あ、ほんとだ。皆さん見てください。傘とか、うちわとか、手旗とか、顔出し看板とか、本当に作れるようになってるね。いいね。顔出し看板も作れるぜ。そして、顔出し看板を、とりあえず、ちょっと作ってみようか。ああ、こんな感じなんだ。なるほどね。やっぱりうちの島といえば、金くれだと思うんですよ。なので、金くれって書いときましょうか。記念すべき一発目の顔出し看板は金くれにしました。適当すぎないか?汚ねえ。プロの型紙。あ、もうこれでいいや。なんか、なんで書いてるかわからへんやん、これ。これからこの顔出し看板なんか入りそうですね。これ置いたらどんな感じになるんだろう。まあ、試作品だからな。この辺に飾る。あ、なるほどね。こういった感じで飾ることができるんですね。なるほど、なるほど。で、ぐるっと回すと。ダセーな、金くれって。けどなんか、これはさ、これからめちゃくちゃ入りそうなイメージがあるわ。ね。なんか、島のあちこちにみんな置いてそうなイメージがある。よし、ちょっとここ。顔入れちゃおうか。これ顔どうやって入れんの?あれ?これ顔ってどうやって入れるんだ?
あ、ダメだった。ちょっと待てよ。顔の入れ方がわからないな。な、A ボタンでは入れることができなかった。これ何のボタンだろうね。もう一回置きましょうか。この辺に飾るで、よいしょ、よいしょと。で、顔出し看板だから顔ね入れたいんだけど、スティック倒しててもダメ。A ボタン長押してもダメか。あ、いけた!なるほどね。うおー!なんか変顔した。A ボタンを短く押したらいけるみたい、これ。やばすぎる。顔やばすぎないか。なんだこれ。変顔。おお、バリエーション結構あるね。見てこれみんな。バリエーション豊かすぎやろ。顔があさっての方向いてるから大丈夫か。目つきやばすぎやろ。薬中みたいになってんじゃねえか。なるほどね。はいはいはい。これはまた面白い遊び方やな。島のあちこちに置いたら映えそうですね。はい、ということで、顔出し看板はまずこんな感じですと。で、あとはですね。本日できることとしましては、たぬきショッピングをまず開けましょう。で、こちらを開けるとですね、なんと、任天堂スイッチライトが売ってるはずなんだけど、普通の任天堂スイッチが売ってますね。任天堂スイッチライトに関しては日替わりって聞いていたから、ま、あれなのかな?今日はたまたま売ってないだけか。本来であればここに売ってるはずなんだけど、今日はたまたま売ってないだけですかね。ま、あいいや。そういったところで、バージョン 1.9.0 にアップデートすると、ここに任天堂スイッチライトが並ぶので、皆さんぜひね、購入しておきましょう。こちらは任天堂スイッチオンライン加入者限定の家具になってるみたいです。一応加入者特典って形なのかな?なんか加入者特典ちょっとしょぼい気がするけど。で、あとは、やっぱりあれだね。季節の家具はまだ追加されてないっていうことですね。なるほど。今日の時点ではまだ買うことができないみたいです。さあ、そういったところでね、バージョン 1.9.0 が実装されたわけなんですけど、今日できることとしましては、今ね、横のパソコンで調べてみたんですが、これだけみたいですね。はい。マイデザイン関連しか遊ぶことができないみたいです。なんかそう思うと悲しいけどね、あとはまあサンリオコラボということで、まあサンリオのアミーボカードを使って遊ぶことができるんですけど、それはね、ちょっと別の動画でまとめてやっていきたいと思います。一緒にやっちゃうとぐちゃぐちゃになっちゃうから、ちょっと別の動画にしようか。ねえ、みすずちゃん。あら、社畜さん、ちょっと久しぶりじゃない。タイミングが合わないと話す機会もこんなに減っちゃうものなのね。一つ忘れてた皆さんごめんなさい。忘れてました。この集まれ動物森、なんと2021年3月20日で1周年を迎えます。おめでとうございます。ということで、こちらね、1周年迎えるにあたって、なんとたぬき開発からとあるプレゼントが届きますね。社畜様、たぬき開発無人島移住パッケージプランおかげさまで1周年を迎えられただな。もう確かにそういえばそういった設定やったな。無人島移住パッケージプランか。懐かしいね、このフレーズが。日頃お世話になっている皆様に記念のケーキをお送りします。今後ともよろしくお願いするだな。もたぬき開発っていうことでポケットにしまっていきましょう。で、こちら何が届いたかというと、はい、ファーストアニバーサリーケーキということでこちらが届きました。さあ、こちらが届きましたよ。さあ、ケーキを飾っていきましょうか。おー、なるほどね、こういった形か。まあ、アップデート情報では見ていたので、具体的にどういったものかっていうのは分かっていたんですが、なるほどね、ろうそくが1ですよ。おお、なるほどね、そうきたか。はい、ということで、本日できることとしましては、マイデザイン関連、そしてこちらのケーキ、この2点になります。あとはそれプラス任天堂スイッチライトも一応ね、たぬきショッピングから発注することができると思うので、もしよろしければ皆さんも発注してみてはどうでしょうか。まあ、そんな感じかな。他やらないといけないこととしましては特にないと思います。これだけですね。まあ、もしかすると、サイレントアップデートで何か追加されてたりとか、何か修正されてる可能性がありますけど、ただ現時点ではそういった情報は出回ってないから、まあ、ないんじゃないかなと思ってますね。まあ、どうなんだろう。まあ、もし続報があればまた動画にまとめていきたいと思います。はい、ということで、一旦動画終わりましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。とりあえずね、僕はこれからサンリオコラボの動画を撮りたいと思います。じゃあね、バイバーイ。